このスバ。アクセル大運動会、まもなく開幕です。皆さん、服はちゃんと着替えましたか？ねえ、なんで運動するのにハロウィンの服を着るのよ。普通は運動着とかじゃない？運動着とやらは知らないが、この大運動会もハロウィンの一環だと石焼き芋に説明するためさ。さすがに全員とは言わずとも、私たちくらいはこういう格好をしておいた方がいいだろう。そうじゃないとチャラついてるって言われて、今後もハロウィンを中止させられちゃうものね。この催しでは2チームに分かれて競い合ってもらいます。最終的に勝利数の多かったチームの勝利です。面白そうではないか。当初見届けよう。石焼き芋も納得はしてくれたみたいだな。ひとまずは安心か。では選手宣誓に移ります。白組代表佐藤和真さん、赤組代表めぐみんさん。宣誓。我々選手一同は強き肉を踊るこの闘争を正々堂々勝ち抜くことを誓います。うわー、やったな白組、赤組もコーモ族の頭のおかしさ見せつけてやれ。あら、盛り上がってきたわね。きっと石焼き芋もこの熱気に満足することだろう。なんだか緊張してきた。うまくできるかな。心配いらないさ。私もめぐみんも同じチームなんだ。しっかり支えるよ。そういえば、なんでめぐみんは私たちと同じ白組じゃないのかしら。いい機会だと思いまして。いい機会とは？この町でコウマ族は迷惑だの頭がおかしいだの、とにかく好き放題言われているのです。ここでコウマ族の活躍を見せて汚名を返上する、そのための舞台、いえ踏み台にさせてもらいます。その汚名、めぐみんが自分で広げてるのは分かってるのかしら。貴様ら、ダラダラするな。闘争はもう始まるのだ。もしまただらけたならば、その時は。わかりました。みんな早く最初の競技を始めましょう。闘争の時来たれり。さあ、第一種目は3人4脚、息を合わせてゴールを目指しましょう。それでは、よーい、スタート！これは、思ったよりも難しいぞ。全然前に進まない。くぬね、相手が手間取っているうちにリードしなければ。めぐみ、一人で無理に進まないでよ。ちゃんと合わせて。ダクネス大丈夫？起きれるかしら。ああ、私は大丈夫だ。しかし、申し訳ない。謝るのは後だ。今はとにかくゴールに向かわなきゃな。このままでは二人の邪魔になってしまう。だから頼む、私を引きずって行ってくれ。嬉しそうだな。じゃあ遠慮なく行くぞ。ああ、もっと思い切り引きずり回してくれ。白組、転んだダクネス選手を引きずっています。重たいんですけど。よ、鎧のせいだ。白組、むちゃくちゃな作戦ですが、それでもリード。一方の赤組はまだスタート付近で苦戦しています。二人とも掛け声でリズムを合わせましょう。ほら、1、2、1、2。そんなダサい掛け声なら負けた方がマシですよ。さあ、バックレッツ、バックレッツ。ふむ、それもかっこよくはないかな。こんなのはどうだろう。
ちぎり、深淵、ちぎり、深淵。それです。もう何でもいいから早く行くわよ。ちぎり、深淵、ちぎり、深淵、ちぎり、深淵。ここで赤組が謎の掛け声で追い上げてきました。しかし白組はもうゴール手前。そしてドリアー、ノー。今白組がゴール、最初の競技を制しました。なるほど、熱い闘争だ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、次の競技は騎馬戦です。相手についているスカーフを取った方の勝利です。モノども、出撃、全力で相手に突撃しなさい。まあこいつに作戦を考える頭はないよな。いいじゃない、細かいことは考えず突っ込みましょう。きっとエリカちゃんの可愛さでなんとかなるわ。我こそは赤組随一の騎手にして爆裂魔法を操りし者、我が魂の一撃食らうがいい。失格になるから爆裂魔法は禁止。次は玉入れです。ですが白組のペースが上がりません。一体どうしたのでしょうか。あ、痛い、もっと頼む。おいダクネス、投げた球に当たろうとするな。なんであいつがカゴ役なんだよ。カズマ、ダクネスはもうダメよ。この競技は諦めて次の競技まで体力を温存しましょう。向こうは勝負を捨てたみたいだ。我々のするべきことは一つ。ここで相手を突き放すのね。かわいそうだけどこれも勝負。いいや、大差で勝つより死闘を制した方がかっこいいじゃないか。今から私は接戦になるように白組を手伝うよ。なんでそうなるの。いいぞ、もっとだ、もっともっと競い合うがいい。この勝負どうなるのか。さあアクセル大運動会も終盤に差し掛かってまいりました。白組リードで迎えるは街を舞台にした借り物競争です。赤組白組各チームの代表者は前へ。カズマ頼んだぞ、ここで勝って差を広げよう。さっきの玉入れでお前が頑張ってればもっと差がついてたんだけどな。頑張ってくださいユンユン、少しでも引き離されるわけにはいきませんから。プレッシャーかけないでよ。合図があったら最初にお題の入った箱から紙を引いてくださいね。それでは位置について、よーいスタート。なになに、おお、サービス問題だな。アクア一緒に来てくれ、お前の力が必要だ。私、なるほどね、どんなお題か分かったわ。私のお題は、おや、これはユンユン選手困惑しています。一体どんなお題を引いたのでしょうか。何してるのですか、悩んでいないで動いてください。そうは言ったって、どうしよう、私の引いたお題、友達、メグミンなら一緒に手をつないでゴールしてくれるかしら。アルエの方が協力的かも。でも私が勝手に2人のことを友達だって言ってもいいのかな、どうしよう。なんだかいつにも増して様子がおかしいですね。
アルエ、大丈夫でしょうか。ふむ、これはもしかして。ユンユン選手、呆然と立ち尽くしています。赤組、絶対絶対